ごめんなさい。迷惑だったかしら、こんな遅い時間に。いいわ、構わないで。すぐに帰るつもりでお邪魔したから。君に言い忘れたことがあって、どうしてもそれを伝えておきたかったの。それに自分の気持ちも確かめておきたかったから。君がやめるなって言ってくれた時ね、胸がキュッとした。少女のように胸がときめいたの。とても嬉しかった。ずっと子供だと思っていた君が男の人に見えた。ひょっとしたらずっと以前から君を意識していたのかもしれないって、そう思ったわ。本当はね、キャロットをやめたくなんかないの。キャロットは私の全てだから。私にとってかけがえのない恋人とさえ思っているわ。キャロットと、そして君を含めてキャロットのみんなを心から愛している。決めたことに自分の責任を持って辞めるかどうか判断する。